1955年2月28日、第27回衆議院議員総選挙当閣の方に、関類する谷川谷川昇は、日本の内務官僚、元政治家、広島カープのカープ名付け親、生五位、君四等受賞、広島県西島村出身、県立広島中学で、鈴木剛しや田辺武雄の兄、賢治と同学で親友であった。 のつけんは年は違うが同期で、谷川は集休部だったという。両親は早くに移民としてアメリカに渡り、カリフォルニア州サクラメントで百貨店を経営。この頃のカリフォルニアはまだ暑くて高漁した住みにくい土地であったが、父親は荒れ地開拓の日本人リーダーとして辛抱を集めていた。のぼるも中学卒業後、父に従ってアメリカに渡り、 イリノイ大学政治経済学科に入学。卒業後、ハーバード大学大学院実事業政学専攻を修了した。関東大震災復興のため、永田秀次郎東京市長が招いた、ハーバード大学の師匠、ジェームズ・ビアード博士と共に帰国。1924年内務省に入省し、東京市役所に入る。主事、都市計画課長、市民局長、戦時生活局長、 東京防衛局長などを歴任。終戦後の1945年10月、山梨県知事に就任。翌1946年には、出原基重郎内閣の内務省警保局のトップ、警保局長に就任。警保局長は、現在の警察庁長官に相当する要職で、公文出身でない人物がこの地位についたのは、異例であった。 1947年に退官し、同年4月の第23回衆議院議員総選挙に、広島2区から立候補しトップ当選。日本自由党幹事長に内定していた。しかし、わずか2ヶ月で、戦時中の体制翼3回報職のため、公職追放となる。追放解除後の1952年再び第25回衆議院議員総選挙に、広島2区から出馬し、当選。 自由党政調副会長に就任。しかし、またも半年で馬鹿野郎解散に会い、次の第26回衆議院議員総選挙では、池田隼人や中川俊次らに敗れ辞典となり落選。1955年、第27回衆議院議員総選挙では、池田や中川、松本俊一らに次いで当選を果たすが、当選確実の方を聞いたその日に、脳出血のため急世。 58歳だった。政治家としては度重なる、不遇のため、悲劇の政治家とも言われた。三木派、川本派、高村派の重鎮だった谷川和穂は長男。ありがとうございます。